間の間に売り上げがすごく伸びたり上がったりとかなり上昇が激しかったんですよね。4ヶ月目は241万円で384万円ですかね。4500とかいく可能性も全然あるかなと思うんですけど、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生対談ということで、入学4ヶ月目で最高月商241万円、そして累計で384万円を達成できたインスタライブ戦略というテーマについて、受講生の加納育さんとお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お名前加納育さんということで、現在のご活動内容を教えていただけますでしょうか。私は SNS の集客に悩んでいらっしゃる方や、売上に伸び悩んでいらっしゃる方、また SNS を仕事にしたいと思っていらっしゃる方に向けて、完全に個別でマンツーマンのサポートをつけた講座を開催しております。ちなみに弊社学科に入学いただいたきっかけっていうところも差し支えなければ教えていただきたいんですが、私は4年前から SNS のマーケティングっていうのをしているんですけれども、4年間の間に売上がすごく伸びたり上がったりとかなり上昇が激しかったんですよね。波を感じていたということですね。そうですね。その中で安定させたいなっていうのもありまして、そこでインスタグラムでの SNS マーケティングで実績が長かったり長くされていらっしゃる方っていうのは誰なんだろうなっていうのを調べた時に、北野社長を見つけて、北野社長にお願いしようと思いました。ありがとうございます。僕のことも一応知ってくださってはいたっていう感じですかね。そうですね、はい、知っていました。ありがとうございます。入学前と後の変化ってところも聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況としては、売上は上がる月はどれぐらいいきましたか。月に197万円っていうのは、確かにそれすごいですね。過去最高197万円は行ったことがあったんですけど、それからずっと7桁安定っていうわけではなかったと。ずっと7桁の安定っていうのはなかったですね。そこからうちの学科に入学いただいてからの最高月商と入学してからのトータルの売上、今ちょうど4ヶ月目でこれ取ってるんですけども、どれくらいでしょうか。入学して2ヶ月目で55万円ですね。月商3ヶ月目で月商88万円、4ヶ月目はまだ途中なんですけれども241万円っていう感じで384万円ですかね。ちなみに補足なんですけども、この動画撮ってる今月目ですでに241万円売上上がってますけども、まだ今月あと半分以上残ってるっていうね。ひょっとしたら、ね、4500とかいく可能性も全然あるかなと思うんですけども、うん、しかも過去最高売上の197万円もしっかり超えられているということで、こちらにイクさんのインスタグラムに表示させていただいているんですが、これを元にしてですね、インスタ成功の秘訣ってところにいろいろ聞いていけたらと思うんですが、現在フォロワー数でいうと604フォロワーということでですね、アカウント新規作られてマイナス1200万からね這い上がった SNS 集客講師という形でね発信をされていらっしゃっていて、まあ、初回コンサートの時にもねデザインの添削とか手こ入れさせていただいて、以前のデザインも結構見やすかったんですけど、さらに最近は画像に白いフェードを入れていただいてね、すごい見やすく投稿されていらっしゃるということで、実際にイクさん自身がインスタグラムも集客で成功できた秘訣っていうのは一番は何だと思われますか。やっぱり私がこれだけの成果を上げれた秘訣はインスタライブですね。インスタライブが決め手と。ちなみにリスト取りの増加数とか入学前と後での変化とか。リストが増えない時は増えなかったんですけど、今はですね、だいたい月に60リストぐらいですね。だいたい総フォロワー数の 3% から 5% ぐらいがリスト落ちすれば OK っていうラインなんですけど、イクさんは600フォロワーで月に60リストなので 10% 近くリストインしているっていうまあ計算になるので、すごいエンゲージも高い状態で。ちなみにこの動画見てる人でも月60リストなかなか取れないよってね思ってる人も結構いると思うんですが、この辺はイクさんどうやってリストを取られてる感じですか。私が一番リストを獲得できたのはライブの後なんですよね。ライブから LINE に誘導しているみたいなイメージですか。そうですね、ライブの後に今のライブにすごく共感しましたっていう声があって、はい、かなりそこでリストが増えていくっていうのが状況になるっていう感じですね。素晴らしいですよね。動画見てくださってる方もライブをやって LINE のリストを取るって発想自体がそもそもないって方も多いと思うんですが、僕も結構ライブの後に LINE 誘導して、それで一撃で50とか100リストね結構集まったりするんですけども、ライブってめちゃめちゃ実は熱くてですね、あとは販売の動線っていうところもライブからどういう風な流れで購入に至るのか教えていただけますでしょうか。ライブを見た方が私の公式 LINE の方に登録していただいて、そこからプレゼントとかも配布してるんですけど、そこから個別でイクさんにお話を聞きたいですっていう風に言ってくださる方が多くて、そのまま個別でお話しして、こちらから商品の提案とかを何もしなくても教えてほしいですっていう風に言ってくださって購入してくださる方が最近増えてきていますね。すごいですよね。個別相談に来て、多くのコーチコンサルタントって商品を一生懸命提案してでもやっぱ考えますって言って断られちゃうこと結構多いと思うんですけど、イクさんはもう個別の来た時に買いたいですとか、もう買うつもりでいましたという状態になっているというね。でそこ秘訣っていうところがライブにあるんじゃないかなと思っていて、 SNS マーケティングってもちろんいろんな人
人がいろんなことを教えているから、メルマガを使ったローンチとか LINE を使ったローンチとか、もっと難しいことやってる人も結構いっぱいいるんですけど、難しいそういう LP 作ったりとかそういうスキルがなくても、ライブをやるだけで自分の魅力がバシッと伝わって高額商品がどんどん売れていくっていう、これぐらいのねポテンシャルを持ってるのがインスタライブだなと思うんですけども、イクさん自身がライブをする上で気をつけていることとか、あと直近のライブとかですごい反応があったライブがねあったっておっしゃってたんですけど、その辺教えていただいてもよろしいですかね、ライブの活用術みたいなところに。私が一番このライブがすごく熱かったなと思うライブがあるんですけれども、はい、そのライブはコメントもたくさんいただいてすごく共感しましたっていう声をたくさんいただいたんですけれども、この業界に私も4年前からいるので、この業界の闇っていうところをちょっとお話ししたんですよね。そこを誰も今まで触れてなかったから、その話が聞きたかったんだっていう人がたくさんいて、私もそういう経験をしたんです、そういう辛い思いをしたんですっていう方がたくさんいらっしゃって、そこでたくさん共感の声をいただいたなっていうのを感じましたね。これどの業種にも当てはまると思うんですけども、一番お客様に刺さるのって意外とみんな心の奥底では思ってるんだけど誰も言っていないようなこと、それをよくぞ言ってくれたっていう時にすごい共感ってね生まれるって、そのタブーではないんだけども、例えばダイエット業界にもそういう闇ってあると思いますし、パーソナルトレーニングジムの闇っていうのもあれば、企業コンサル業界だったりとか、あらゆるジャンルにおいてそういう闇を暴くっていうライブをしていってすごい共感が取れて、なんかコメント数やばかったらしいですよね。どれぐらい来ました？そうですね、1時間ちょっとのライブだったんですけど150件ぐらいは来てましたかね。すごいです、インスタライブで150件のライブ、しかもフォロワー数600フォロワーでこれぐらいコメント来るって結構異常値なんですよね。ちなみにこの時のライブって3日間連続ライブとかされてた時ですか？3日間連続でライブした2日目ですねにすごく盛り上がったんですけど、2日目にその話をしました。そこから LINE 登録とか問い合わせとか結構あったんじゃないですか？2日目で盛り上がったので3日目を見たいって思ってくださる方がたくさんいて、そこで3日目はもっとたくさんの方が見ていただいて、3日目もなかなか他の人が話していないようなことを話そうっていう感じで話したので、そこでもたくさんの共感の声をいただいて、3日間でかなりたくさんの LINE 登録者数が増えていったっていう感じですね。すごいですよね。ライブの同時接続数ってマックス何人ぐらいまで来ましたか？それでも同時接続数は16人ぐらいでしたかね、でもフォロワー数600人で同時接続15人超えるって結構すごいですからね。でこれで150件ぐらいコメント来るっていう、だいたいインスタグラムって5000フォロワーとか1万フォロワーいても同時接続数それで30人の人とか結構ザラなので、かなりエンゲージはね高いかなと思いますね。ちなみになんですけども、ライブを初めてこのアカウントとかでやった時って同時接続最初2人とか3人とか、そっから多分スタートされたと思うんですけど、ぶっちゃけ心折れなかったですか最初？折れました。最初本当私ゼロだったんですよ。その1回のライブで15分ぐらいしかできなかったんですけど、はい、15分間の間に2人ぐらい来ていただいたかなっていう感じでしたね。これもいつも言ってるんですけど、同時接続少ないのは最初当たり前だから、とにかく継続しましょうねっていうお話をさせていただいて、イクさんの場合ってコラボライブとかも途中から結構され始めましたよね。コラボライブ4月ぐらいからですかね、初めてやったのって。そうですね、ちょうど2ヶ月目ぐらいからちょこちょこされていって。コラボライブやっぱどうですか、やってみて？コラボライブはたくさんの自分を今まで見てくれてなかった方っていうのも見てくださって、私を知ってもらえるきっかけにもなるのと、初めてやる人もですし、まだライブ経験が少ない人っていうのは、コラボをすることで確実に話し相手がいるっていうのでやりやすいなっていうのは思いますね。ソロライブだと話途中で沈黙になっちゃったりとかってなるのが、コラボライブだとそこが結構ハードルがすごい下がるっていうのもありますし、あとお互いのフォロワーさんに認知をしてもらうことができるんで、そこからもコラボライブしたらすごいフォロワー増えたとかリスト取れたとかね。その他ですね、インスタライブで同時接続数を増やすためにイクさんがやっている施策っていうところもあればね、最後ちょっと教えていただけたらと思うんですが、まずストーリーズを活用しています。ストーリーズで2日前ぐらいから明後日あれやるよみたいな感じで、何をするんだろうっていうワクワク感っていうのを出していって、前日には明日ライブをやるっていうのを伝えるんですけど、何が聞きたいですかっていう感じでテーマをアンケート機能を使って何個か出していって、アンケートの回答の多かったものっていうのを選択してやるっていうことをしていますね。素晴らしいですね。フォロワーさんの声をそのまま吸い上げてライブに反映しているっていう感じですよね。ライブって基本的にテーマと、あと前日告知をちゃんとやってるかどうかで接続数ってかなり変わってくるので、このあたりも気をつけていただくといいかなと思いますね。入学して良かったこと、ノウハウ面でもいいしマインド面でもいいし、あれば教えていただきたいと思うんですが、ここに入学して一番良かったなって思うのは、自分が受講生さんもたくさん増えていく中でいろいろなメンターさん見てきたんですけれども、北野さんの今すごい実績もあって、たくさん
三次構成さんもいる中でいつも謙虚ですごい人柄が素晴らしいっていうところですね。私もそういうメンターであり続けたいなっていうのを一番学んでいるなっていうのを感じます。嬉しいお言葉ありがとうございます。最後ですね、動画見てくださってる方でも SNS とか本当にまあイクさんみたいにライブ配信を通じてこれから活躍していきたいという方いっぱいいると思うんですけど、そういった方に向けて一歩踏み出す勇気というか、ね、一言お言葉あればねメッセージいただきたいと思うんですが、私も SNS の業界をいろいろ経験して体験してきているんですけれども、何かを成し遂げようと思った時には、うん、しっかり何かを学ばないといけないなっていうのをすごい身をもって感じているんですね。なのでしっかり何か成し遂げたいものがある方だったらしっかり学んでその先に理想の未来っていうのがあると思うので一歩踏み出していただけたらなと思います。ありがとうございます。今回ね最後になんですけども、概要欄の方にイクさんの LINE 公式アカウントとインスタの URL ね貼っておりますので、特にイクさんも LINE の配信もとても上手ですので、ぜひねこちらもチェックしてみていただくといろいろ勉強になると思いますし、今ねイクさんの LINE 登録いただくとプレゼントがねあると、うん、SNS を仕事にして人生を逆転させた秘訣完全攻略ロードマップ PDF103 ページ相当ってすごいですね、100ページ相当のマニュアルがねもらえるということですので、ぜひ皆さんこちらもねゲットしてみていただけたらというふうに思います、はい、ということで本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE かける Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE かけるインスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ、ね、申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。